子どもたちがアユの稚魚を川に放流しました。大分ライオンズクラブが子どもたちに川の環境を知ってもらおうと去年から行っている取り組みです。今日はおよそ120人の親子が参加し、全長10センチほどのアユの稚魚2000匹を豊後大野市を流れる大野川に放流しました。楽しかったです。聞いたことはあったけど見たことはなかったです。どのくらいの大きさだった？このくらい。可愛かった。今日放流したアユは上流に向かい、6月頃までに全長が25センチほどに成長するということです。豊後大野市ではアユ釣りが観光客に人気で、主催者は地域の観光資源としても活用してもらえたらと話します。